い、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけれども、金なし、無名校でも、なんで私ら東大に、合格勉強法大公開、このような記事をですね、ネットで見つけました。で、これはですね、プレジデントオンラインという、雑誌っていうのかな、ネットの雑誌、プレジデントは本とかでも雑誌で出してるんですけども、私が見たのはネットですね、のニュースでたまたま見つけたので、今回ですね、すごく内容的にその勉強していく中で使えるなと、参考になるなと思ったので、今回ちょっと動画にしました。で、どんな内容かというとですね、この、東大に合格した方がいらっしゃるんですね。で、その方っていうのは、ご家族、家庭の収入が年収300万円程度だったんですね。で、この方は中高一貫の学校に行ってました。中高一貫。で、中高一貫っていうと、めちゃめちゃ頭がいいんじゃないのかって思うと思うんですよ。私もね、そのように思ってたんですけれども、実際中高一貫でもそんなにレベルが高くない学校もあるんですね。で、ここにも無名校って書いてある通り、偏差値調べたらですね、その学校の一番上のクラスっていうのかな。普通科と特待のクラスがあるのかな。特待生のクラスがあって、それでも58なんですよ。で、58っていうと、そんなに高くはないんですね。それなりには頭がいい、高校ではあるんですけども、その東大行くような、これ高校じゃないんですよ。東大行く方っていうのは70超えてくる、方々なんですね。だから、イメージで言うと、宅建と司法試験との違いです。いわゆる宅建と弁護士さんとか、それぐらいやっぱ違いがあるんですね。この58の学校と東大の学校っていうのはそれぐらいの差があります。それでもこれ合格しているんですよね。で、これ実際私が思ったのはすごいことなんです。で、ここであえて年収300万円って書いてあるんですけども、これなぜ書いたかっていうと、実際東大に受かる方の約6割ぐらいの方は、年収950万円ぐらいの世帯なんですね。つまり、高額所得者なんですよ。合格していく方のほとんどが。にもかかわらず、年収300万円でしかも合格しているっていう。これもすごいことなんですよね。で、年収300万円っていうこともあって、実際予備校は通ってないんですね。で、卓郎っていう形で一回落ちちゃったらしいんです。一回落ちちゃったんですけども、その後多分1年後かなに、予備校を通わずに、自宅で浪人することを卓郎っていうんですけども、自宅で勉強して合格していったと。で、これなんで卓郎を選んだかっていうのが書いてあってですね、年収が低かったから予備校を通えなかったっていうのもあるんですけども、それよりもこっちって言ってましたね。自分のペースで勉強できる。あと自分のやり方で勉強できる。これが効率的だって言ってるんですよ。で、これですね、一長一短があるかなと思うんです。で、これなぜかっていうと、自分のやり方間違ってたらこれ合格できないんですよね。で、あと自分のペース、これペースが悪かったら、これも間に合わないわけなんで、これはですね、この方が、うまいことやったと思います。自分自身でこう管理ができたってことですよね。やり方自体もちゃんと、理解をしながら学習をしていたってところだと思います。で、実際ですね、この方が使った教材っていうのは、青チャートっていうのを使ったんですね。ここに載ってたのは数学の話しか出てないんですけども、数学は青チャートを使ったんです。で、青チャート、知ってる方はね、知ってると思うんですけども、そのチャート式っていう、種類の教材があって、非常に、細かく、書いてあるんですよ。どうやってこの問題を解いていくのかっていうスキーム、流れが書いてあるんですね。解法の仕方、答えを導くまでの流れが書いてあります。なので、それをちゃんとやれば、この方合格できるって気づいたんでしょうね。もちろんそうです。それを使っていて、ちゃんとそれをね、理解をしていけば合格できるんです。で、実はですね、私も、その青チャートを使ってたんですね。使ってたにもかかわらず、この方は、東大に合格できて、私は、国立の1回目の大学受験なんですけども、全然国立に対応できなかったんですね。もうセンター試験に失敗しちゃって、全然もう、ダメでした。で、失敗です。なんでそんな違いが出たのかっていうところなんですよね。で、これですね、私思ったんですけども、ちょっとここに書いてあるんですけどね、チャート式の勉強をちゃんとやれば、問題があって、それに対して、この問題にはこのルールが使われますよと、適用できますよ。だから、こういう答えになりますよって、こう書いてあるんですよ。ちゃんと。私はですね、ここの1番省いて、2と3をどんどん覚えていくっていうやり方をしたんです。で、このやり方をすると、この問題だからこのルールが適用されているって、ここはセットなんですよね。全部セットって言ったら全部セットなんですけども、
ここは絶対に繋がってるんですよ。これを私は切り離して、ルールと答えだけを覚えるっていうやり方をしたんです。これがダメなんですよ。で、実際これやってる方、卓球の勉強をしている方、いると思います。つまり、解説を覚えるっていうやり方なんですよ。これをやっていると、いつまで経っても合格できないんですね。ちゃんと問題とルールと回答ってこう繋がってるので、ここをちゃんと理解をしていくってことをやんないと、いつまで経っても合格できないです。これは、重々注意してください。で、今お伝えをした、青チャートっていう教材、すごく、しっかりしてます。理解できるように解説してあるんですよ。で一方で、卓研の教材っていうのは、そこまで記載してないんです。理解すべきところまで記載してないんですね。っていうことは、私たちはそこを自分自身で調べていかないといけないんですよ。でもしそれを調べずに勉強を進めるってなってくると、結果的には同じようにこんな感じになるんです。私が昔勉強していたような、ルールと答えだけを覚える。まあルールって言ってもこれもね、ちょっとちゃんと理解しなきゃいけない部分っていっぱいあるんですけども、まあ結局は覚える学習になっちゃって、理解できないまま勉強を進めていくっていう形になっちゃうんですよ。で、これやるといつまで経っても合格できないです。なので、この点は本当に重々注意しましょう。で、これについては、市販の教材もそうだし、予備校を通ったとしても同じです。その理解すべきところまでっていうのは、まあこれ時間の関係上もあると思うんですけども、教えてくれないんですよね。教えないんですよ。なので、結局はもう自分自身で調べなきゃいけないんですね。で、それやらないと本当にいつまで経っても、合格できないです。で、続いてですね、この方は、勉強の質を重視するっていうふうに言ってました。で、これはまあ先ほど言った丸暗記学習じゃなくて理解学習っていうところもあるんですけども、この方が言ったのはですね、わからなかった問題っていうのはすぐ回答を見るって言ってたんですよ。で、これなぜかっていうと、悩んでる時間を省くためなんですよね。実際わからないものを考えてもわかんないんですよ。例えば初めて見る問題だったりとか、初めて見るルールだったりとか、そういったものって結局見てもわかんない。問題見てもわかんないんですよ。だからそれを考えるだけ無駄だと。だからもうすぐ答えを見て、その答えをちゃんと頭に入れていく。まあ、つまりこれですよね。問題から、これに適用されるルールってどんなんなのかと。まあ、ここのつながりとかもちゃんとね、その青チャートとかには書いてあるので、それを頭に入れていくと。今言ったように、市販の教材、予備校の教材、通信講座の教材の場合は、これ載ってないわけですよね。まあ、だからそういった意味では、ちょっとね、時間かかっちゃうんですよ。まあ、この方は青チャートっていうね、しっかりした教材があったので、もうそれを使えば、このね、回答をそのまま見て頭に入れていけば、こう頭に入れていけば理解ができるわけなんですけども、一方で、卓研勉強されている方っていうのは、まあ、自分自身で調べなきゃいけないので、まあ、その点はね、ちょっと違うんですけれども、この考え方は非常に役立ちます。わかんなかったらもうすぐ調べるってことなんですよ。専門の、書籍とかで調べるってことですね。まあ、ネットとかでもいいです。専門的なことが書いてあるネットとかで調べる。これをやっていくと、これまで悩んでいた時間っていうものを省くことができますよね。で、もう全くわかんないと。もうちょこっと調べてわかんないんだったらもう飛ばした方がいいんですよ。で、結局は、全部を解ける必要ってないんですよね。だいたい過去問とかだったら8割ぐらい解けるようにしておけば合格できます。この解けるようにっていうのはちゃんと理解するってことですよ。ちゃんと理解できるようにしておけば合格できます。他の2割っていうところがわからなかったとしても、全然問題ありません。なので、まあ、今ね、ここでお伝えをした内容について、自分自身で、ここ改めた方がいいな、改善した方がいいなっていうところがありましたら、ぜひですね、改善していただければと思います。もし何か勉強の仕方で、ご相談とかありましたら、この動画の下の概要欄に、私のメールアドレス、書いておきますので、直接メールいただければと思います。合格目指して一緒に頑張っていきましょう。